上ともは中国中世における財政制度の一つ。古代中世の中国の税制において国税と地方税の区別はなく、地方機関が人民より徴収した租税は大半が中央に送られ残りの一部を地方機関の運営に当てた。それでも不足する場合には正規の税に付加税を加えたり、労役などの形で人民に負担させた。また、 中央への輸送経費やその間の事故による損失補填のための経費もあらかじめ付加税として租税ともに徴収されていた。上友という言葉は当の幻想時代から登場するようになり当初は地方機関である州から中央に送る分を上友と称した。ところが安氏の乱後国内の要所に設置された節度氏が 自立傾向を強めると、自らの財政基盤を確立するために税制にも干渉するようになった。すなわち、租税を三つに分けて、中央に送る、上とも、節度市の維持費とする、留め市、州の維持費とする、留め州に分割するようになったのである。両税法は、留め市を認めつつも、上ともとの区別を明確化して、確実な租税確保を目指した仕組みであった。後に、 小税や、塩、茶などの千売収入が三死を通じて中央に収められるようになり、これも上友と称されるようになった。だが、当末期の節度死が半鎮と化して、独立傾向を見せると、半鎮が自分の支配下からの上友を拒絶したり、通過する上友を奪って、事故のものとしたりしたため、当の財政は悪化して、王朝滅亡の一員となった。五代を通じて、 上友は減少したが、層に入って、節度子の軍事力を掌握することに成功すると、節度子により上友の阻害が抑制されて、財政収入が安定化した。財政基盤を強化した層の下で、全国統一と軍事政治への転換が図られるようになった。ありがとうございます。